あ、すいません、船橋選手、知っていいですか。今、アプチなんで。あ、すいません。今日のコンディションはどうですかね。まあそうですね、まあ、いつも通り練習してきたんで、まあ、前回のアメリカ大会よりかまあいい結果が出せるように、まあ、ちょっとまあ工夫もしてきたんで、頑張っていきたいと思います。まあ、今回いつもガムテープで抜いてたものを、今回は、ね、ちょっと明星テープで抜いていくんで、まあ、ちょっとどうなるかわかんないですけど、まあ、コンディションはバッチリです。今日もだいぶ伸ばしてきたんで。あ、ありがとうございます。今日の戦略ってあるんですかね。まあ、そうですね、まあ、小林選手と僕 の違いというか大きな差っていうのは、まずすね毛、足回りの毛の量ですね。まあ、僕が多分圧倒的そこが有利なので、まあ、そこをいっぱい集中的に抜いていきたいと思います。まあ、そこにティン毛とか、まあ、ケツ毛絡めて、まあ、また優位に立てればいいかなと思っています。まあ、もし向こうの状況次第でピンチだったら、まあ、髪の毛とか、まあ、襟足軽くいっても、まあ、いいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そこまでは多分接戦にならないんで、まあ、圧勝という形でプラン組んでます。対戦相手の小林選手に一言お願いします。まあそうですね、まあ僕と張り合えるぐらいまで登ってきたことは褒め称えられるんですけど、まあ決勝は僕という壁に阻まれて、まあ散っていくと思うので、まあせいぜい頑張ってください。ありがとうございます。すいません、小林選手、ちょっと一言いいですかね。なんだお前。あ、集中してんだこっち。ちなみに今日のコンディションとか、コンディションもね、今日のためにいっぱい気を伸ばしてきたんだよ、いろんな。ちなみにちょっと見せてもらっていいですか。音か、もうすごい反ってないから。あとこのちょっとこのギャランドゥとか、あこれとか結構長い毛があるんだよね。でまあ新毛とかで、まあケツ毛、髪の毛、脇毛、もういっぱい。俺もね、実は毛生えてるから、相手の選手もね、めちゃくちゃ毛生えてるんだけど、俺もこの抜き力、あいつより俺はメンタルするから抜く、そのメンタルで勝っていこうと思う。なるほど。ちなみに対戦相手に一言お願いします。あいつも生きてるけどね、もう経営のことにビビってんだよ。今までのね、対戦警護から見てめちゃくちゃビビってた。でも俺は経営を抜くことにためらいがないから、今メンタル、大方も勝負になってくると思う。あ、なるほど。頑張っていきます。ありがとうございます。ちょっとすいません。それでは毛量測定の方しますね。はい、お願いします。自信のある部位をお願いします。お願いします。うわー、いいですね。大丈夫です。合格です。小林選手ですね。ま、こんな感じ。弱いだろ。これちょっと。ちょっと弱いよ。もうちょい下まで行けよ、その。あ、まあ、ちょっと危ない。とここ、ファナス選手。準備お願いします。あ、わかりました。じゃあちょっと着替えがあるんで。あ、はい。ちょっと明星テープ弱いんで、ガムテープもらっていいよ、お前から。ちょっと今、ダメじゃない。お前対戦相手がさ、武器もらおうとするのに、どういうコントかな、今。いやでも、いいの、こんなフェアじゃない状態で勝って嬉しい。まあ、許そう、今回は。先行、カイト。よーい、さあ始まりました、ケヌキン決勝。実況の小屋橋と申します。やっぱカイト選手の特徴としてはすねの毛が濃いので、そこがすごく有利ですよね。あとはためらいなく毛を抜くメンタルがあれば、勢いよく抜ければカイト選手は勝ちに近づくんじゃないでしょうか。やばいぞ、ちょっとコンディション悪いかもしれない。今日ちょっと作戦変えます。おっと、これは頭にありますね。あ、これダメだ。おっと、手で抜いていく。素晴らしい根性で、やはり決勝ということで、気合が入ってますね、カイト選手。これ、いい感じです。ちょっと45秒、みっしりいくんで、がっつり密着させて、ここで一気に差つきますね。今回編んできたのこのみっちり密着、時間を使うんですけど、毛量が多く取れるんで、して!おっと、ここで出ました、カイト選手のみっちり毛抜き。この技で、イキシャの選手を倒してきましたからね。この技で、勝ちを決めて決勝まで進んできたと言っても過言ではない。みっちり。もう一度出るのか、カイト選手のみっちり毛抜き。ここで、おっと出た。痛いのもう。おお、切ったね。めっちゃ抜けてるやん。ここで、あ、最後割ってね。あー、ちょっとここで試合終了。おっと、カイト選手、あれカイト選手にしては珍しいですね、この反則行為。
それほど勝ちへの思いが強いということでしょうか。ヘルです。じゃあ集計の方にお願いします。グンティンゲ、グンティンゲですね。てかそのシャツ何、ちょっと待って、不安になってきた。やだー、嫌になってきたこれ。高校小林、いきます。よーい、スタート。さあ始まりました、高校の小林選手の毛抜きターン。ガムテープミスです、これ。よくある、選手がガムテープをよく離さないということ。おっと、ここでケヌキンの最高権力者のオリバさんが来ているということで、ちょっと一回実況を変わってみます。そうですね、まあ、彼はあのガムテープダメという戦法を使っているんですけど、まあ、これはそうですね、まあ、古来西洋から使われている戦法で、まあ、効率のいい戦法とされてますが、まあ、焦ってね、彼の場合はあの引き抜くことを考えてなくて、あの持ち手をねおろそかにしているので、まあ、これは 大幅に減点対象って感じになってくると思います。はい、今上半身に移りましたね。まあ、上半身は、まあ、溜めておくことが一番清潔だと思います。ここいい感じについてますね。はい、はい、次はちょっと下半身のおティンティの方に。おいガッツリ映ったぞ今。あ、待って、どうしようこれ。どうなるでしょう。あと5秒。嘘。4、3、2、1。ゴー。何この残骸。2回戦目やら。2回戦目やら。どうした。カイス選手です。ありがとうございます。じゃあ船橋選手、今の気持ちを。まあそうですね、まあ、当然の結果って感じなんですけど、まあちょっとまあ誤算だったのが、用意した明星テープが粘着力がなくて、まあ相手選手からガムテープを借りたっていうのが、まあ自分の中ではまあ欠点だったかなって思ってます。まあただそのまあ見てもらえば分かる通り、まあ、毛量も抜ける量もまあ、ちょっとレベルが違う次元にいると思うので、まあ、またちょっとレベルを上げて挑戦していってほしいなと思います。はい、じゃあ次回の、まあ、オリンピック絶対金メダル取れるように頑張りたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。まあ、次種目が変わるんですけど、まあ、ちょっとそこのところは皆さんもちょっとね、ちょっとコールしてもらって応援しに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ひげ抜き忘れた。